はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回は3、4ヶ月後を見越した商品リサーチについて考えていきたいと思います。特に販売開始日、並びに2回目の追加買い付けの日から逆算して考える、逆算っていうことがポイントになってくるんですが、実はこういった動画、毎年この時期に出させていただいているんですよね。っていうのも、この後、まあ、先の先に感じるかもしれないですが、ハロウィンや感謝祭、クリスマスという3ヶ月商戦と呼ばれる10月、11月、12月のお客様の購買 購買欲が右肩上がりに上がっていくその頂点に達する時期っていうのが今のうちから準備しとかないとなんやかんやで間に合わなくなってしまうこの5月6月を起点として右肩上がりで購買欲が上がっていくこのスタート地点からスタートダッシュを誤らないようにするための転ばぬ先の杖としてこちらの動画を参考にしていただければ幸いです もし今回の動画参参考になったなったたい方は、は高評価、チャンネル登録いただければでです。では早速目次参りましょう。まずは1年間のざっくりとした物販カレンダーを特に5月6月から話をさせていただきますそれが1つ目そして2つ目販売開始日から逆算するというのはどういうふうに考えていけばいいのか具体的に数直線を見ながら線分図で見ていきたいなと思います 次、三つ目、通年売れる商品や季節性のある商品。この言葉、ジッパー人からげで捉える方多いんですが、実は奥深いものがありますので、細かく解説していきます。四つ目、イベント性のある商品っていうと、皆さんハロウィンの商品。 だとか、クリスマスの商品というイメージがあると思うんですが、このイベント性っていう言葉もかなり掘り下げていくと奥深い話なので、具体的に例示しながら話していきたいと思います。そして最後にまとめと補足を行わせていただくという流れになります。では早速物販カレンダーから見ていきましょう。5月から年末までの物販カレンダーの中に、お客様の購買欲を赤い曲線のグラフで表すとしたら、このような形になるかなと思います。 ところどころクイ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 極端に上がっているところがあるんですけれども、これが一体どういうことなのかっていうのをまず説明させていただきますね。まずアメリカっていうのは夏休みが長いです。6月から9月まで長いところだと夏休みがあるわけなんですよね。なんでこんなに長いのかというと、実は自分、アメリカのフィラデルフィアに本校があるテンプルユニバーシティジャパンというテンプル大学の日本文庫に一時通ってたんですが、その際に周りの学生たち、皆さん、自分のお お金で学校に通ってました大学の学費は親が出すものっていうのは 日本の一般的な考えではあると思うんですが、アメリカの一般的な考えだと、自分たちで働いて学費を払いながら学校に行くっていうスタイルなんですね。よってこの夏休み期間っていうのは、バイトを一生懸命行って学費を稼ぐ時期ではありますので、そういった意味でも比較的長くなっているのかなと思います。とはいえ、バイトの時期ではあると同時に、遊ぼうと思えば遊べるバケーションシーズンですから、会社とかもね、お休みのお父さんお母さんいらっしゃると思いますので、この時期っていうのは、5月以前と 比べるとと購買欲が上が上っていくといくう形になりますそして9月にバックトゥースクール学校に戻るっていう英語ですけれども日本語で言うと入学式始業式っていうのがありますね例えばこういう時期だと日本のお父さんお母さんも同じだと思うんですけど例えば筆記用具だとかカバンとか日本であればランドセルだとか 購入しますよね。そういった雑貨関係をはじめとしていろいろな商品を買う機会っていうのが増えます。なんか買いに行ったら余計なものまでついで買いしちゃうってことはありますよね。そういったことも相まってこのバックトゥースクールの時期にぐんと購買欲が高まると考えてください。 次にハロウィンです。ハロウィン自体は10月31日までなんですが、9月の初旬や中旬から10月の31日までっていうのは、ぐい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 購買欲っていうのがさらに上がっていく時期と考えてください。 ハロウィンって別にコスプレだけが売れる時期ではないですからね。コスプレもめっちゃ売れるんだけれども、コスプレをはじめとする何でもかんでもよくめっちゃ売れる時期だっていうふうに捉えていただくことが、これ一つね、先入観や思い込みを抜け出す大切なきっかけになりますので、ハロウィンは何でも売れる時期っていうふうに考えていただければ。そしてハロウィンが終わった後の感謝祭っていうのが11月25日にあります。こちらの感謝祭って で嫌な言い方すれば、ハロウィンの売れ残りを全部売っちゃえっていう時期ではあるんですけれども、伝統的なイベントではありますので、そういった意味でもこの時期もさらに購買欲がぐいっと上がってくる。そして12月、正確に申し上げると12月10日から商品の売れ行きがさらにぐーっと上がっていくようなイメージです。よってクリスマスの前2週間、ハロウィンの前2週間、何かイベントことがあったらその前2週間からずっと 不 めっちゃ売れる時期だっていう風に捉えていただければ幸いです次に行きます販売開始日から逆算していくってどういうことなのかと言いますとまず追加買付までに1ヶ月ぐらい余裕を持って考えておくといいですよねこの一つ一つのメモリが1週間だっていう風に考えていただければと思うんですが販売開始をしたければその2週間前に Amazon の倉庫に受領を開始される必要がありますアメリカって国土広いですから納品先集約設定という設定をせ セラーセントラル上、セラーの管理画面上で行って、なるべく一つのアマゾンの倉庫に商品を送るんだけれども、アメリカ各地の倉庫に移管される。 っていう手続きが通常行われるんです。それが2週間から場合によっては3、4週間かかることもあるので、大体いい2週間ぐらい余裕を持って、この日に受領開始が行われるだろうっていう推察を立てているわけです。アメリカ国土広いですから、全部皆さんの商品を東海岸のある FBA 倉庫に入れてしまうと、例えば西海岸の人だとか内陸部、北部、南部の人っていうのは、同じ商品を同じ Amazon で注文しても手に入れるまでに時間か,かってしまいますよね。 そうするとアマゾンとしてはお客さんの満足度っていうのが低下してしまうので、それを防ぐために同じ商品の同じバリエーションであっても、アメリカ各地の倉庫にちょこちょこと保管しておくよって、遺憾作業を行うわけです。販売開始の2週間前に需要開始を行うということは、さらにその2週間前には発送しなきゃあかんねと。これは飛行機便の話です。 現状、中国からアメリカに送る際には、7日から10日ぐらいで受領開始になるんですが、余裕を見て考えて2週間ぐらい開けさせていただきました。ちなみに、受領開始されるまでに、商品ページの作り込み、出品登録の詳細をしっかりと行っておくっていうことが大切になってきます。じゃあ、この日に発送するとなると、今度はさらにその2週間前に発注する必要があります。商品の発注、 中央を行ってから代行会社が発送するまでの間に、まず必ず出品登録を最低限行っていただき、最低限の出品登録を行えば納品手続きができますので、納品手続きを行って商品ラベルを発行する。商品ラベルを代行会社さんに PTF ファイルで送ると代行会社さんが各商品にペタペタとバーコードラベルを貼ってくださるので、 その後、パッキングを行って、梱包箱のサイズ、段ボールのサイズと重さを測って、その数値をセラーさんにお伝えしたら初めて、今度は梱包ラベルというものが生成できます。ということは、当然なんですが、その前に商品リサーチを行ったり、 買い付けの依頼を行うための買い付け注文書を作成したりできれば早めに商品の出品登録するための下書きも行った方がいいですね。ちなみに出品登録のための下書きっていうのは具体的に5つの項目だけまずは記録しておけば大丈夫です。5つの項目っていうのは商品名、バリエーション名、価格、梱包した時の梱包サイズと 梱包した時の重量ですね。梱包した時のサイズと重量に関しては、とりあえずはざっくりで構いませんので、この5項目を各商品下書きしておくと便利だと。通年売れる商品、季節性のある商品。この言葉、結構ね、こだわって商品リサーチされる方いるんですけれども、大切なポイントがあります。それはですね、ジッパーからげに考えないっていうことなんですね。具体的に言うと、個別商品ごとに客観的なデータに基づいてみる必要があります。 この商品は通年売れるだとか、この商品は夏しか売れないだろうだとか、じっぱひとからげで考えてしまったり、その商品に対して、要するに意見や先入観思い込みで見てしまうとよろしくないので、客観的なデータ、amazon.com の 複数類似品のデータを総合的に俯瞰してみて、そこから答えを導き出すっていうスタイルが大切になってきます。例えば、スマホの防水ポーチは夏、海水浴の時期にしか売れないって思い込んでいる方がいるんですが、こういった商品ですね。よくよく考えてみていただくと、例えば、スマホの防水ポーチ、確かに海水浴の時にみんな首からかけて、スマホが濡れないように守ってる方もいるんですが、 雨の対策だったり、雪の対策、防雨、防雪対策。場合によっては汚れの対策ですよね。また別の例として、コスプレはハロウィンの前しか売れないっていうふうに思い込んでる方がいらっしゃるんですが、カボチャのコスプレに関してはハロウィンの前にしか売れない。それは確かかもしれない。しかしながらバニーガールって、例えばクラブのイベントだとか、ハロウィン以外のコスプレパーティーだとか、必要になってくるかもしれない。 そういうことっていうのも含めて考えていく必要があります。実際、このスマホの防水カバーについて。 データで数値的に見てみますと、確かに6、7、8月売れてはいるんだけれども、11月、12月であっても、めっちゃ売れる時の半分ぐらい、場合によっては3分の1ぐらいではあるけれども、年がら年中売れ続けている商品ではあるっていうことがわかります。次にイベント性のある商品についてなんですが、ポイント先にお伝えします。全国民共通の日で年一のイベントなのか、各自年一なのか、 ここに着目してみると結構面白い、興味深いことがわかります。例えばハロウィンやクリスマス、バレンタインっていうのは全国民共通の年1ですね。A さんと B さんでその日付が変わるってことはないです。一方、誕生日っていうのは一人の人は年1なんだけれども国民全体で見てみると年柄年中今日も明日も誰かの誕生日があるわけじゃないですか。また結婚式だって一人の人が生涯で一生涯で0回から数回 平均的に行われてるあとは、アニバーサリーもありますよね。例えば、結婚記念日だとか、若いカップルであれば、付き合って何ヶ月みたいな記念日も含めて、各自年に0回からやはり複数回ある。これも国民全体で年柄年中と。ちょっと見ていきたいんですが、この商品一体、客観的に見てみるとどうなのかっていうと、本当に9月、10月しか売れないんですよ。一方、 他には、バニーガールのコスプレ。もちろん、ハロウィンの仮装パーティーの行列とかで、こういった服装される方も多いと思うんですが、それ以外の時期だってちゃんと売れてますよと。2021年に関しては3月に妙に売れちゃってますよ、みたいな。こういった方、ハロウィン抜いてますよね、思いっきり。なので、通年売れる商品でもあります。だから、カボチャのコスプレよりも、こういったバニーガールのコスプレ、みたいなものを出していった方が、 少なくとも、その後も食いっぱぐれがないっていうことが言えると思います。今回のまとめに入ります。まず、物販カレンダーを通して、要するに5月6月から年末まで右肩上がりでお客様の購買欲が上がっていくよっていう話をさせていただきました。次に、販売日。 もしくは、追加買い付け日、2回目の買い付け日から逆算していくと、せめて3ヶ月後を意識した商品リサーチを行っていく必要があるよっていう話をさせていただきました。3つ目、通年売れる商品、季節性のある商品ってジッパ人からげに考えないで、あくまでも個別商品ごとに客観的なデータを見る必要があるよと。 商品リサーチツールだとか使っていない方でも、各商品のレビューが何月何日についたのかっていうところに意識することによって、あ、この商品真冬でも売れてるんだ。あ、この商品はイベントじゃない時でもめっちゃ売れてるんだっていうことをチェックすることができます。アナログでも十分検索することができます。客観的なデータっていうのも。次に四つ目。イベント性のある商品。 っていうと、ハロウィン、クリスマスのイメージ一色に染まっている方が多いんですが、実は年一のイベントとは限らない。むしろイベントって言っても、 一人にとっては年一かもしれないですけれども、年柄年中全国民レベルで考えると、行われているイベントの方が多いですよっていう話をさせていただきました。最後に2点補足させていただきます。まず1つ目、自分がいくら急ごうと同じ時間がかかる作業っていうのが物販には存在しています。よくお問い合わせいただく際に、めっちゃ自分時間作れるので、 他の人よりも2倍早く進むことができますかって聞かれるんですね。答えとすれば、あ、それは無理ですっていう話になってしまいます。なぜならば、もちろん商品リサーチだとか、出品登録だとか、ご自身一人で完結できるような作業は、時間が2倍あれば、2倍早く進めることっていうのはできますよね。しかしながら、どんなに皆さんが急いでいても、代行会社での買い付けの期間だとか、商品を発送して、FBA、Amazon の倉庫に受領されるまでの時間っていうのが、早くなるわけではない。 ご自身が2倍時間をかけたから、全体通して2倍早く進むかっていうと、そうではないっていうことを、まずは腹に落としておいていただきたいんですね。またそれ以上に大切なのが、大抵思ったよりも大変だったり、時間かかる作業っていうのがあるわけです。 これ富士山の登山と同じですよ。富士山目の前にすると頂上までなんだ簡単に行けそうな感じがするじゃないですか。でも実際登ってみると思ったより大変だし、思ったより疲れるし、なんなら途中で諦めたくなるようなことももしかしたらあるかもしれない。なので、少なくとも思ったよりも大変ですよ。思ったよりも時間かかる作業がありますよっていうことを腹に落としておく。事前に、 覚悟しておくと言いますかね。まあそういうこともあるだろうっていうのをしっかりと意識しておくだけでも何かあった時にいちいち四が落ちてしまったりだとか嫌気が差しすぎてしまったり自暴自棄になったり自己憐憫に浸りすぎたりすることを防ぐことができるかなと思います。というわけで今回は3ヶ月4ヶ月後を見越した商品リサーチ販売開始日ないし追加買い付けの日から逆算して34ヶ月前の 今何をやればいいか。もしくは3、4ヶ月後にこういうの出したいから今何すればいいかっていうふうに考えて物販を進めていくと円滑に進めますよという話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録の応援いただければ、個人でございます。では、失礼いたします。